ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った回でやってきますね。今日はマクドナルドさんでハンバーガーではなくサイドメニューで材料を加えてチンするだけで超簡単アレンジレシピなのに、美味しすぎると世界で今バズりまくっている話題沸騰中のスイーツ、皆さんご存知ですかね。だったらね、本当にうまくできるのって言った具合でね、作ってみたいと思います。はい、ということでまず買ってきたものはこちらでございます。はい、マクドナルドさんのマックフルーリー超オレを買ってまいりました。290円でございますね。ちょっと失礼して、よいしょ。このミルキーな濃厚な味にね、オレオがね、香ばしくて美味しゅうございますね。ね、こちらのね、マックフルーリー超オレオがね、絶品のカップケーキに変身しちゃうわけでございますよ。材料がね、一つだけでできちゃうっていうんでね。はい、といった具合で、こちら、はい、絶品ケーキにお料理してみたいと思います。はい、材料できましたよ。こちらですね、小麦粉が 80g にベーキングパウダーが 8g 入っております。そして先ほどの、はい、こちらですね、マックフルーリー超オレオが溶けまくっておりますよ。こちらをダマにならないようによくかき混ぜるわけでございます。よいしょ。はい、全部入れちゃいましょうかね。よしよしよし。なんかだんだん心配になってきた。おお。これはできそうですね。あら、いい感じ。よし。よいしょ。はい、カップに移したいと思います。おお、すごい、こんな感じ。これ全部入れちゃって大丈夫かな。膨らむからね、ちょっと。はい、こんな感じにね、できました。あとは電子レンジでチンしていきましょう。はい、それではね、できるのを楽しみに乾杯しましょう。あ、いけない。サントリーの金麦 75% オフでございますよ。はい、楽しみですね。乾杯、チン。出来上がりました。こんな感じに出来上がりました。はい、上から見るとこんな感じでございます。はい、で、ちょっと一周ちょっとこれなんか嫌な感じ。でもどうなんでしょうね、味がね。ね。それではいただきます。でもなんかね、美味しそうですよ。
量をねちょっとね加減しないといけなかったですね。うん、半分ぐらい、半分ちょっと多めぐらいでかよかったんですね。全部入れちゃうとこうなっちゃいますんで、皆さんお作りになるときは気をつけてくださいませ。では、あ、カップケーキみたい。あ、中はどうなってんの？よいしょ。あ、あら、ちゃんと中まで、うんうんうん、はい、こんな感じでね、中までちゃんとできてますね。はい、いただきます。いただきます。ん誰、美味しいって言ったのは。もうコーツ蒸しケーキですね。はい、でね、チョコレートの味がほのかにふわっと変わる感じですね。そして歯につくって言ったね、うん、感じでございますよ。これは絶対ね、あのマックフルリリー超お量のねアイスクリームを食べた方が美味しいと思いますよ。うん、でもまあこうやってねできるのは嬉しいですね。うんうんうん、ネトネトしてる、ネトネ、あのちゃんとね中に火は通ってるんですけどね、なんかこう、うん、こうネバッとした感じですね。これのネバッとした感じは何でしょうね、これ。うん、まあとにかくねできたんですけれども、うん、もうちょっとね、分かった、うなぴーがね練りすぎちゃったんですね。練りすぎちゃうとね、ちょっとこうネバッとした感じがなっちゃうんですね。はい、皆さんね、作るときにね練りすぎもご注意ください。でも味はねやっぱりアイスの方が美味しゅうございます。はい、といった具合で、はい、うなぴーの、マクドナルドのマックフルリー超オレオでカップケーキ作ってみた、やってまいりました。はい、そんな感じでございます。はい、皆さんね、見ていてわかると思いますけれどもね、こういう失敗もございますね。皆さん作るときはこういう失敗をなさらないように作ってみてくださいませ、といった具合で、実食レポとお料理終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。